三遊亭いおは、落語協会に所属する、落語家。三遊亭家武蔵門家の二つ目。本名、長田学郎。神奈川県山都市出身。大美林高等学校を経て、玉川大学農学部卒業後、三遊亭家武蔵に入門。2013年11月1日に前座として学屋、入り、前座名は、歌無理。2016年11月1日に、 柳谷昭和瀬、柳古家舵と共に煮詰め、昇進、いおりと改名。2021年10月、山和市文化芸術未来賞を受賞。趣味ゲーム、料理、野球観戦、読書。笛などの成り物を得意とする。読書好きが好事、奇数月に、慶下、いおりの国語一という会を、柳谷慶花と共に開いている。落語会の奥田民夫と言われている。 遅刻を嫌う師匠か武蔵の門下で、遅刻は見習い時代の一度しかしなかった。その一回で波紋を覚悟したが、歌武蔵は怒らず、お前は、歌太郎と違って遅刻しないと思ってたのに、と言われ、そこから一度も遅刻をしていない。生物の教員免許を持っている。夫人は、薬剤師。 大きなホールの落語会でもぎりをやっていたときに、チケットを持たずに入り口を通ろうとする男性がいたので、ちょっと、おじさん、ダメですよ、と言って止めたら、三遊亭降落だったことがある。なお、同じ要領で、柳谷京太郎を止めたこともある。ありがとうございます。